兄貴、今ビルの屋上に向かっています。でもこのままだと。分かった。ああ、昔キャバクラがあった雑居ビルにいる。田中のおじきは女つ。今おじきを探していた奴らを集めているところだ。お前らも大至急来い。なんだと？アラセの兄貴？そいつはまずいな。兄貴が来たらビル中蜂の巣になっちまうぞ。兄貴が来る前に何とかして終わらせるぞ。とにかく来い。じゃあな。Yeah!
Ah!
桐生さん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前真珠に銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたけ撃てよ。真珠は撃てて俺は撃てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。
兄貴。すみません。最後まで。信じ。風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴。これを。信じ。お前信じ信じ。残念だったな、シンジとレイナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。アケミ？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかし、そんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには、桃源郷、そうだ、新名という女が桃源、今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。待てよてめえ。
神明はいるか。ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私神明って言います。指名してくれてありがとう。ああ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？神明、いきなりですまないが。はい、何でしょう。桃源郷の会員証持ってないか。あなた、なんでそれを。ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。そうですか。でも、私からのお願い、受けてくれたらお渡しします。なんだ？私、本当は密入国者なんです。それで、この前、警察に捕まりそうになって。このままじゃ、絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら、弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。はい、父が日本で作った愛人の子です。訳あって、今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟を。桐生さん、人弁師って知ってます？人弁師？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人。偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか。はい、その人がすごいのは、裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私、ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。桐生さん、お願い、人弁師に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁師にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう、俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当、私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ。七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そっ、分かった。ねえ、ちょっとお兄さん、ちょっと遊んでから帰りたいですよね。強そうだな。やめろ。悪かった。
おい。何？おい。おい。何？彩香はいるか？いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが、人弁士ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら？邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、感情を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。
ここか。ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる。
観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はね。邪魔すると、お前も細切れにするよ。ちょっと待って。こいつ、どこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら、細々とパスポート作りの内職か。黙れ！お前のおかげで、俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ！助かったわ。あなた、任弁士に頼み事があって来たんでしょ？ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママ、お願いしていいよね？て、まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。はい、これがお望みの品よ。これを神明にと。桐生さん、あなたのことは知ってます。風間さん、
撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね、記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。おもろいな。よう兄ちゃん、金出してる。え？金が足りねえから出せって言ってんだ。あいつ。元凶の会員証。どうした？ごめんなさい、キリュウさん。何？騙すつもりはなかったんです。本当です、信じてください。誰だ、譲った相手ってのは？水野さんって人です。昔いつも優しくしてくれる俺に。でも私、彼は七福通りにある。これはお詫びです。では。骨折れてんじゃねえかな。ごめんなさい。ああ治療費がかかっちまうな。しかもその間こいつ仕事できねえじゃねえか。おいど
これ。めっけたで楽しもうやキルちゃん。相変わらずだな。Yeah!
さすがや。またな、キルちゃん。おもろいな。負け犬が。おい。お？気持ちいいとこ行きてー。ちょっとそこ早く出せよ。 やめてください。
何？ごっついの。ちょっと下がら。待てっつってんだ。早いよ。
この街の夜なら私にお任せ。お前水野だな。新名、なんであなたが新名を。ちょっとわけがあってな、桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。新名に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいた。会員証は昔あれを手に入れるのにどんなに苦労。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。新名があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。脅すのですか。そんな方にはお譲りできません。ああ、桃源郷の50万ってとこでどうでしょう。いくらなんでもそれはできない。ああ、桃源郷の会50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。わかりました。私と新名の出会いのきっかけとなった品です。ああ、今度また新名。気にしないでください。
ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。ここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちで。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。
すごく行こう。あ、痛いよ。待ってよ。あ、おじさん。そうみたい。いらっしゃいませ。明美です。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあ。しんちゃんはもう、そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。うん、しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろよ。
探したで。マジマの兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああよしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。うん、嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。ガツイめ、お前
あの女がアケミか。辛いだろうな。伊達さん、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと。なんで奴らが風間を。分からんが、信二が命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、 MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれてお前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ、芝浦に。近江連合が絡んでるとは。俺はお前とは別行動で芝浦に向かう前に準備できたら。芝浦に行く準備はできたのか。そうか。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人。ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。五代目近江連合、寺田と申します。近江連合がなぜ風間のおやっさんを。桐生さんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、カズマ。おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東条会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。なあカズマ、これからこの10年間に隠された全てを話す。いいな。はい。その子の母親の水木は由美の妹じゃない。え、由美は水木なんだ。お前たちが水木だと思って探してた女は由美だったんだ。どういうことです。水木は5年前から由美が演じ続けた姿なんだ。じゃあ、はるかの母親っていうのは。由美だ。その子は正真正銘由美の子なんだ。由美お姉ちゃんが私のお母さん。おやさん、由美の相手、いやはるかの父親は。神宮恭平だ。
神宮、あの MIA の。9年前の写真だ。ユミが抱きかかえているのはハルカ、横に写っているのが神宮だ。ユミが事件のショックで記憶を失ったことは知ってるな。はい。事件の翌日、ユミは何もわからないまま病院を飛び出した。だがあの子の体は覚えていたんだよ。自分が生まれ育ったひまわりの場所をな。ひまわり。俺は連絡を受け、すぐにユミを手元に引き取ったんだ。そしてあの子の記憶を戻してやろうとした。何枚もの写真を見せた。どうした？雨。うん？雷。いや！どうした？わからない。わからないけど、俺はその時分かったんだ。堂島組長を殺したのが本当は誰だったのかをな。そして錦山には弓の存在を知らせず、彼女の世話をすることにしたんだ。でも弓はなんで神宮なんかと。神宮は世良と深いつながりがあって、よく東城会に出入りしていた。その時偶然弓に出会ったんだ。神宮と会長が。政界を目指す神宮は世良から裏でバックアップを受けていたんだ。神宮は弓に出会い恋をした。そして記憶を失っていた弓は、心の隙間に入ってきた神宮を受け入れた。俺は止めることができなかった。もし神宮と幸せな生活が送れるなら、極道社会とは縁が切れるかもしれない。運命を変えられる転機なのかもしれない。そう考えると、ユミの幸せは神宮との生活の中にあるような気がしたんだ。そしてユミは神宮の幸運だ。それが遥かだ。だが神宮のもとに総理の娘との縁談が舞い込み、その時席を入れてなかったユミは自ら身を引いた。神宮のためを思ってな。だがそれが歯車を大きく狂わせていったんだ。所詮神宮が手に入れた権力は他人から与えられたものだ。だが奴はそれを守るために少しずつ変わっていった。自分の中では正当化しながら。その後ユミとハルカは俺がまた面倒を見ていた。そしてある日、世良に神宮から緊急の電話が入ったんだ。世良、手貸してくれ。まずいことになった。なんだ。いいから来てくれ。人を何人かやる。場所は。いや、お前一人で来てほしいんだ。何なんだ。死体を一つ始末してほしい。神宮は弾みで起こった事故だと言い張ったそうだ。死体はフリーの記者で、神宮のスキャンダル、ユミとハルカの件で揺すろうとしてきたらしい。世良は記者の家からメモや写真を奪い、全て灰にした。だが神宮にとってまだこの事件は終わってなかったんだ。これでもう問題ないんだな。いや、もう一つ片付けなきゃならないものがある。え？もう二度とこんなことがないようにするために、あと二人始末してほしいんだ。お前もしかして。セラ、これは俺たちの理想のためなんだ。頼む。チング、
何やってるか分かってんですか、三代目。風間さん、これは神宮との約束なんです。女子供を犠牲にしてまで守らなきゃいけない約束ですか。そんなもんがあるわけねえだろ。こうか不幸か、ユミはその時全ての記憶を取り戻したんだよ。ユミとハルカ、ジング、なんて野郎だ。俺はセラを説得し、ユミとハルカを神宮の目から欺く工作をした。そのための水木やアレス。ああ、俺とセラはハルカをひまわりに入れ、ユミを水木へと変身させた。人弁し、偽造屋を雇いユミの顔を変え、架空の戸籍や記録を作り上げてな。でも親さん、なんでユミは東城会の100億を盗んだんですか。あれは東城会の金じゃない、神宮の100億だったんだ。風間さん、島の組の連中が、ここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。